でだ。これでいいや。光。皆さんこんばんはです。まあこれは学校のではないです。普通のジャージなのでランニングはしてきてません。さすがに長袖でランニングできないので今暑くて、ただ単に部屋着なだけ。お姉ちゃん今から言うね。ペリペラ S、 ローマ字の S、 英語の S、 リキッドグリッター01番。こうやって見せたって分かんないんだから。この涙袋はね、あ、同じペリペラ S っていうか、姉ちゃん見てなくない？思ったけど今私独り言言ってた。お姉ちゃんいなかったらどうしよう、こんなこと言って。あ、いた、よかった。メモしてる？あ、メモした。じゃあ次この涙袋ね。ペリペラ S、 またあの英語 S、 スティックシャドウ03番。そう、メイクレシピ作るの。本当は昨日の夜に作ってたんだけど変更して、今お姉ちゃんが作ってくれてる。バズーカちゃうねん。君に重要心配。今下でお母さんたちが見てる。あとなんかわからないのある？お姉ちゃん迷いますから。ありました。ね、体操着じゃない言うと思った。もうね、ずっとねこれ着てからねずっと思ってた、絶対言われるって。キスミヘビーローテーション、これ前言ったやつじゃん。キスミヘビーローテーション、カラーリングアイブロウ。え、ここ書かなくていいよ。お姉ちゃん、お姉ちゃんここ長いからな、書かなくていい。09番、ナチュナルアッシュ、ナチュナルアッシュと09番だけ書けばいいよ。長すぎるから。ナチュラルアッシュと09番でお願いします。キャンメイクの何？これか、これでしょ。私は、あ、違う、全然違う。これか、これセザンヌじゃん。え、何キャンメイクって、これ、あ、これか。あ、これもこっちセザンヌ。このキャンメイクはキャンメイク3ウェイ、ウェイ漢字、3は23、スリーウェイスリムアイル、アイル、アイル伸ばしてね、アイルジュライナー01番です。
じゃあ次セザンヌ行きます。メモしましたか？ OK。 セザンヌ角二重アイライナー20番影用グレージュ。これ使ってる人たくさんいるでしょ。私だけじゃない。喉が渇いちゃうわ。オッケー、ありがとう姉ちゃん、ありがとう。ねえバズーカちゃうねん。あたいコンシーラー使わないんだ。マジで使わない。いやクマあるよ。めっちゃクマある。クマあるんだけど、なんかコンシーラー使わないんですよね。どうでもいいって思っちゃったのか。何を言ってるの。ねえ見て、私のメイクポーチなんだけど、ちょっと私のメイクポーチそろっと変えたくて、だけど今お姉ちゃんにもらったキキララ可愛くない？あとこれキティちゃんのガチャのメイクポーチ。え、キーキー言うんだけど。この前も変えたいって言った。ちょっと記憶いないんだけど。あおちゃん黒多いね。あ確かに。でもね次変えようと思ってるのちょっと多分黒じゃない。キキララのポーチにしたいんだ次。見て、あんな今さ見たらわかるけど、今めっちゃでかかったじゃんポーチ。こんなでかいのさ持っていけないの私、劇場とかに。だからちっちゃいのにする。持っていきやすそうなメイクポーチを変えたいと思います。ありがとうございます。筆箱ぐらいの大きさ。あーそんぐらい。あでもちょっとちっちゃいかも。ちょいでかめのポーチを買おうと思う。うん、買おうと思う。劇場用。私メイクポーチ一つしかないから。うるさいんだけどさっきから椅子が。私が動かなきゃいいだけの話なんだけど、なんかこんなんでかいポーチ持っていけないの。あのバッグで行くから私。それにさ入るっちゃ入るけど、それで面積が潰れるから、だからちょっと小さめのにしたいんだよね。おならしてないって。ねえみんなが勘違いするじゃん、その一言。
でみんなが勘違いするからちょっとこれは本当に椅子の音なの信じてよね。してもバレない。え、マジで私おならしないんだよ、言っとくけど。お姉ちゃんに聞いてみてください。本当におならしません私。何十年でもないけど16年お姉ちゃんと一緒に住んでてもおなら全然します。お姉ちゃんはお姉ちゃんはどうなの。え、マジで私おならの出し方知らないんですよ本当に。よく言われる、しないの体に悪いよって。どういうことやねん。ゲゲから出るやつやん。ゲゲゲフゲフでしょ。ゲピーゲそれおならでしょ。口のおならでしょ。どういう話してんの今これは。さやめようこの話。いや汚らしい。それなマジで話変えろっちゅう話よ。あれどういうこと。うん、あグミじゃん。そうそう今日グミの日だったな。そうグミ持ってきて。誰かグミないんだけど。男梅しかなくて。え、あの今グミ持ってないんだよねマジで。でもコロロってグミですか。今なんか男梅っていう気分じゃないんだけど、あのグミって言っても男梅しかなくて今どうしよう。ペタグの桃は美味しいよね。え、コロロじゃあ持ってきてくださいお母様。あのキッチンにあるよ。キッチンのあの段ボールに入ってるから。生活バラベバレバレ。箱買いじゃない。ちゃうちゃうちゃいますね。ハード系のタフグミが好き。なるほどね。確かにハード系っていいよね。やば、血色感、血色がない。カプリコの頭だけ食べてる。え、カップも食べなさい。美味しいですよ。美味しいですわよ。うまあ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 。おお見つけられたんですね。素晴らしい。まだ未開封なんだよねコロロ。この前コロロの、まあ社員マスカット味っていうか社員マスカットをこの間食べちゃったから。でまだ未開封のコロロ担当じよ。コロロってさ美味しくない。美味しくないですか。今日はグミの日という、あやべえ急に話変えちゃった。あグミの日なんでコロロ食べるね。そう巨峰です。ぶどうさん開封。
え、固っ。え、待て。やばい、開けた瞬間からブドウの匂いがしてきた。うわ、めっちゃブドウなんだけど。うわ、コロロです。いただきます。マスカラ？そうだよ。バッグにグミ入れて持ち歩いてる。マスカラはこちらのヒロインメイクロングロング&カールマスカラアドバンストフィルム01番かけました。今グミタイプ、グタイプじゃない、今グミタイムだったのに急にマスカラを聞いてきました。お姉ちゃん、これってさ、なんかすごいよね。私あの今よくよく考えたんだけど、あの天才じゃないですか。ブドウみたいじゃん。ブドウってこんな感じじゃないですか。天才だよね、考えることが。天才すぎん。あ、美味しいし、グミにするとか天才すぎん。天才天才。あの今数えたんだけど10個あった。10個入りでした。ふき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 、いつもブドウの匂いが手に残ってるんだよね。あと何個？ 8 個。10個食べ、2個食べたので8個です。
美味しい。かか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 ちかちゅう。てか果汁グミも美味しい、ね。果汁グミめっちゃ好きなんだけど。果汁グミもぶどう味が好きなんだよね。今ないけど今度でもさ私ね私よく果汁グミをよく溶かしちゃうことがあって、放置するんですよ私すぐ。冷蔵庫に入れないで、今って暑い時期だからすぐ溶けちゃうんですよね。だから気づいたらみんな溶けて固まってるの。だからあのブドウの形がないんですよ。全部あの固一部にギューってなってて、そういう時があるんですよね。え、溶けるんだよ。今度見せてあげよっか、わざと溶けさせて。え、本当に溶けるんだよ。そう、あれがあのちっちゃいのが全部溶けてみんな集まって普通のでっけえグミになっちゃうの。それペタグもやっちゃうことあって、やったことがあってですね、はい、顔がなくなっちゃうえ、溶けるんですよ。マジでマジで言ってる、マジで言ってる。これは今度はわざと溶けさせてみて見せてあげる。あ、もうすぐでなくなる。よっしゃ飲み切ったぜもうさもうさ、バズーカって言っちゃうからさ、もうバズーカになっちゃったじゃんこの水筒が。もうこれから絶対そうやって呼ばれていくんだなかわいそうにバズーカじゃないのに。え、でもさ、でかくないんだよ。こう見えてるからでかいだけで、全然こうやるとでかくないよ。でかくないでしょ。ブルン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 。ねえ早く DMM 見たいよ。先ほど見てたんですけど、だけど見たい、あのまだ角田浜しか見てない。角田浜と不器用太陽までしか見れてないんです。痛いっす。眩しい太陽がじりじりと照らして、僕たちはもっと燃え上がるだけさ。ん？ねえ、ありがとう。私もそう挨拶まで見てたから、そうそうなんです。私の前に小越さんがいてですね、はい、
その私も先ほど見て自分の顔が面白すぎて、なんかマジで恋してる目だなって思ってわかりますなんかこんな感じで見てたじゃないですか、おぼえさんのこと。めっちゃ面白かった。あ、今日9時15分間違えた、9時半、うんな、うん、9時半まで。マジで面白かった、こんな感じで見てた。え、なになに、キャンメイクどっちの方が使う、二重アイライナー。え、どっちも使います。え、あのさっきのやつは赤いからここに使うんですよ、赤いやつ。二重アイライナーはここだけだから違うんですよ。違うんだよ。え、そんなに入らないの。じゃあもっと大きい画像用意しないとか。いや、でもそこは頑張って入れるんだよね。あの全然ちっちゃくてもいいから頑張って、お姉ちゃんファイト一発どういうことだよ。体操着タイムとは別にレッスン着でもないんだけどね、これ。そこら辺にあったお洋服を着ただけです。はい、筋トレしない、もう十分したよ、もう足痛いよ。これはしません、筋肉は逆につけたくない、もう十分ついてて、つけたくない。腕はついてないけど、え、マジで足がゴリゴリすぎてやばいんです、本当に嫌だ。あ、そうじゃった、私9時半、ん9時半までする、ごめんね、あの分かりづらいことを言ってしまいすいませんでした。足ゴリゴリで嫌や、本当に嫌、本当に嫌だからもう筋肉つけたくない、筋肉嫌。本当に嫌な、ワン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 。綺麗じゃない、マジでゴリゴリなんだけど私嫌だよ、本当に嫌なの。だからマジで足痩せをしないと筋肉がもうムキムキになっちゃって、もう大変なことになってしまう。いや、大根足になってしまう。さほちゃんはめっちゃ細いんですよ、マジで羨ましい。あたいさほちゃんの体型になりたい、マッチでさほちゃんの体型になりたいっす。細くてもうね、羨ましいですわ。
いや、身長伸ばしたくない。サホちゃんだって嫌だって言ってた。身長伸ばさなくても足痩せはできます。でも私の骨格的にちょっと難しい。私の骨格なかなか足痩せしないんだって。最低、最悪、最悪。でもサホちゃんめっちゃ私の骨格褒めてくれるんだ。逆にサホちゃんが羨ましいのに。あおちゃんの骨格好きなんだよねって毎回褒めてくれるの。あー面白いよね。なんだっけ骨格。確かあちょっと違ったら嫌なんだけど、ナチュラルと、ナチュラルってお姉ちゃんが言ってた気がする。なんかこのお腹周りは、あごめんウェーブだった。ナチュラルじゃない、ウェーブ。そうナチュラルが好きすぎてナチュラルって言っちゃった。勝手に変えちゃった。初見さんありがとう。私ナチュラルなんだ、間違えた、こうウェーブなんですよ。私マジでナチュラルになりたい。でも無理なの、そんな骨格は変えれない。そう私ウェーブでお腹はねあのキュッてしてるんだけど、腰とかがボコンって出るんですよ。ウェーブってこんな感じだから、だからももも痩せにくいし大変なんですよ。ウェーブっていや、あそんな感じかもしれない。ナチュラルになりたかった。ナチュラルがいっちゃいい。いやもう頑張れない、頑張っても頑張れない。でも足が痩せないからね、本当に困っちゃうね。こまこまこま、こまこまこま、こまこまこま。本当に困った足や。あーそれなんだっけ、履くとさ細くなるやつね。あーそれね、私お母さんに説得したの。だけどそんなんやったって細くならないからって言われて、あもういいってなって諦めたんだよ。ひどくないですか。いやもう本当に足痩せするために私本当にたくさんのこと調べて、あもうこれ欲しいなって思ったのにお母さんに反対されて頭にきましたよね本当に。だってさ今こういうね成長期の時に変えないといけないんですよ。なのにお母さんは分かってない、本当にもう。えそれな、マッサージすればいいんだけどそんな時間もないんよ本当に。もうお風呂上がってすぐドライヤー、そして寝る、うんそれだけ、うんないね。いつだったっけな、え、い
ちだったっけ、中1か小6の時にお風呂上がりに必ずストレッチをしようっていうので、いつもね動画を見てストレッチしてたんですよ。だけどもうだんだんとね年を重ねていくうちにやらなくなってた、いったんです。毎日やってたんだよそのマッサージマッサージじゃないストレッチ、そのストレッチがなんだっけ1週間で開脚ができるストレッチで、マジ私開脚に憧れてて、だから開脚できるストレッチを前夜お風呂上がったらやってたんだけど、でそれでねそれやって足柔らかくなったんですよちょっとだけね。だけどなんかやめちゃったの知らない間に。うん、ちょっと柔らかくなったんだけど、でだけどなんか今もう腰痛くなってきてできなくなったそのストレッチ。マジで今腰痛くてまあ腰痛いから逆にしないといけないんだけどできなくなったの、その痛くて本当にストレッチ、そう整体行きたいし行く時間ないんですよ本当に。マジで私平日は一日潰れるの本当に、平日時間がなさすぎてお医者さんも行けないしマジで時間ないの本当に行く時間ない。中学校だったら全然余裕だったんだけど、もう高校行ったらマジ一日潰れる、マジ行けない。もう朝の8時から本当に8時から8時までいますからね、行けないんすよ整体も。行きたんけどそんなんで金かけてらんないんですからね、それよりもっといいのにお金を使いたいあでもね劇場でねいるん、い来てくださるんですよ整体の方が。だけどちょっと行きづらいんですよね、なんかあそれ前も言ったな私、あ、補習値がちょっとみんなに言えないの、個人情報だから。そんな毎日補習はちょっと やばいですよからね。なんで言ったっけ、あそう前も言ったんだけど、なんか前座出演しただけでなんかやってもらうマッサージしてもらうのってなんかおかしいから、だからいつも行きづらいのお願いするのが。でもこの間ね一回だけお願いしたの、勇気を振り絞ってお願いします、腰が痛いのでマッサージしてください。でそしたらマジで腰が硬かったって言ってた。あそう本当に前も話したわ、マジで3回目ぐらい腰硬いねって言って、座り方が悪いって言われたんですよね。だからまあ最近はね気をつけてますよ座り方。でもマジでしょうがないんだよ座り方って、マジで今学校ナウだから学校行ってるからさ、座り方あれなんじゃん、本
当に学校の椅子がね、こういうねクッションがあればねいいんですけどね、あの硬い木だからもうどうしても座り方がおかしくなっちゃうんですよ。しょうがないですよね、そんなの。だってさ、姿勢よくしてるのもちょっとはおかしいじゃん、普通に考えて。一人だけ浮いてるじゃん、ないですか。あんまり目立ちたくないタイプだからさ、本当に嫌なんです。それのパイプ椅子、足つぼやってもらえるんじゃないですか。足はやってもらったことないんですけど。果汁グミ知ってるよ、美味しいよね、あれめっちゃ好きなんだよね私。だから今度買ってもらって、でそれでわざと溶けさせてみんなに見せてあげるね。え、マジで腰痛痛いの、私耐えられない。初見さんありがとう。え、本当に痛い、助けて、マジで痛いの、今困ってる。私腰痛が中学3年生からなってて、もう1年記念日なんですよね、本当に。中3の4月ぐらいから腰が痛くなって、もう1年9ヶ月ぐらい腰と向き合って、いや本当にもう痛いんです。あ、本当いらない記念日だよね、マジで。本当に早く去ってほしい、マジでずっと痛いんですよで、そうやって捉えないでよマジで辛いの、みんな辛いってば辛いんだよ。あ、ありがとう、できたらしいお姉ちゃん、後で見よ、拝見いたします。え、でもね絶対ね姿勢良くしても治らないと思う、私はそう思います。多分マッサージなんだよね。そう、そもそもガチガチをほぐさないといけない、これマッサージをして、ストレッチ寝る前にやるね。じゃあちょっとしたの、本当に痛いの耐えられないから。後輩かわいそう そうなんです、おばあちゃんなの、私はもうおばあちゃんです、本当に。もうな怠け者みたいな感じ、おばあちゃんなんだよね私も。はあ、16歳のおばあちゃん、助けてみんな、おばあちゃんだよ、もうおばあちゃんになってしまった。ケアしないと、頑張って腰を治さないといけません。後ろのチーカーかわいい、ありがとう。これマジでお気に入りなの、私のこのチーカーは。ていうかさ、今日さ
学校行く前にさ、あのちいかわ見てたんだけど、ちょっと面白かった。歌ってた。それだ、ででな、あの歌でしょ。あの CM の歌歌ってた。だから面白くて笑っちゃったんだよね。ハチワレとちいかわが歌ってたの。面白かった。わあわあわあ。そう、目覚まし。それそれ、その歌だ。それ歌ってたからちょっと面白かった。CM やんって思って。え、これって笑っちゃいけないやつだった？やば。え、思ったよね。なぜその曲って思った、私も。あのちょっと面白かった、あんな可愛い子たちがそれ歌って、その曲歌ってて、めっちゃおもろかった。曲のチョイスが超おもろかったです。パカパカパパカパン、ちいかわ。プープーいやー、なんだっけ、もう朝かと一人こつ、すげえ、焼けたパンにバターぬりぬり、やんだ雨はなんか湿って、生乾き変な足跡だと思ったら、昨日晩見つけた足跡をダン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 、やけに土が水を含んで、生乾き、こっから高音ですね。ああ無理です。ブッパッパッブーッと、リッテンテテ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 、ううわうわうわうたなぐにゃー。面白い。そう、生乾き、はい、そう、お姉ちゃんが作ってくれた、ありがとうお姉ちゃん、メイクレシピすげえ、ありがとう。よし、これは X にあげないと。聞こえる。みんな見たいでしょ。あとでね、じゃあみんなに先行公開、ショールームで先行公開しちゃうの。あ、お母さん帰っちゃった。お母さん帰っちゃった。先行公開したいんですけど、多分今は X 上げられないから、明日とかになりそうだけど、今日はメールでは送るよ。メールで送るね、チャットも待っててね。チャットとかメールで先行公開します、しようかな。うん、うん、あ、
そういえばアラームにしてた。それ何時くらいのアラームだろう。7時くらいかな。そんな具体的に。なんて言ったお姉ちゃん、もう一回 One more please。 One more o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 ne more。あ、そうするつもりだよお姉ちゃん。うん、パー、やばい、またバズーカ入ります。多分もうこれ飲んだら飲みきるはず。頑張る。飲み切ったー。お姉ちゃんありがとう。からいつもね残しちゃうんですよ、私飲み切れなくて。だっけさ、もったいないでしょ、本当に残しちゃうとぜ。だからね、今回は飲み切りましたぜ。ぜぜぜ。なんかね、メイクね、そうなんですよ、入った加入してすぐにメイク講座してくださって、だけどねそんなにね教わらなかったです。はい、なんかまず自分でメイクしてみてって、でそれで終わりでしたね。濃かったら濃いよって言われたり、はい、そんな感じでしたです。そう、最初の方はねメイク講座とか栄養講座とかもありました。いろいろあった。そう、食事とか。姉ちゃんが作ったメイクレシピは、でもよく見てなかったんだよね。じゃあ頑張ったから90点にしてあげる。100点が良かった。あ、ごめん、1億点か。ごめんね、そこまでつけられなかった。私は厳しく点数をつけます。お姉ちゃんねメイクしないからさ、マジで参考にならない。私が言うのもあれなんだけどさ。残りの10点はね、なんかねちょっとあんまり可愛さが足りないかな。作ってもらったのにさ、こんなこと言うのもちょっとあれだけど。でも姉ちゃん大体あんなんすっぴんじゃん、メイクしたって言わないよ。文字をもうちょっと可愛くするとかそういう工夫があった。ごめんねお姉ちゃん、すみすみ、ありがとう初見さん。ジャイアン、私ってジャイアン。おい伸びた、野球しようぜ。
パキーン。何言ってるのお姉ちゃん。いやそんなこと言ってないし、言ってないし。え、そんなに似てた？あ、やべ、冗談、冗談、間違えた、男女を呼びます、冗談って言っちゃってんだけど、いや男女を呼びます。きまーす。13位、チョコレモンさんありがとうございます。12位、リュウマさんありがとうございます。11位、竹蔵さんありがとうございます。10位、くんちゃんありがとうございます。9位、いちあるさん、ありがとうございます。8位、五代優作さん、ありがとうございます。7位、妄想貴族さん、ありがとうございます。6位、まこちゃさん、ありがとうございます。5位、じんさん、ありがとうございます。4位、めがねさん、ありがとうございます。3位、ともさん、あ、痛い痛い。父さんありがとうございます。2位、はやとさんありがとうございます。そして1位、まさぼうさんありがとうございます。ひょいと、いてて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 、なんか3ってやった時にね、ここがピキってなった、痛かった。ありがとうございました。パイ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 、明日もこのぐらいの時間かな。お願いします。バイバイ、ありがとう、見てくれてありがとう、おやすみバイバイ。